1曲目プレシャスガールを聴いていただきました。それでは今回も私宛にたくさんのメッセージが届いております。ありがとうございます。早速皆さんからのメッセージを紹介していきます。ゆでブロッコリー様、リクエストありがとうございます。こんばんは。2回目のラジオもすごく楽しみにしています。少し余裕ができて前よりも楽しめるんじゃないでしょうか。今回も滑舌が良くなるように早口言葉載せときます。ということでありがとうございます。前回に引き続き早口言葉を送ってくださってありがとうございます。ちょっと最初の方めちゃくちゃ噛んでしまったので、ちょっと今日もこの早口言葉からスタートして滑舌を良くしていきたいと思います。それでは行きます。今度の時はトキントキンの鉛筆持ってかんとかん、てかちゃんと削ってかんとかんっていっとかんとかん。ということで今回も多分読めました。ありがとうございます。それでは次行きたいと思います。アポロガイスト様、リクエストありがとうございます。2回目のラジオでの一人トーク楽しみにしています。今年4月でアイドル活動5年を迎えるわけですが、5年間の間にはいろいろなことがあったと思いますが、遅刻や忘れ物など今だから話せる失敗談があれば教えてください。ということで、遅刻や忘れ物、結構私はちょいちょいするタイプの人間で、本当に遅刻も今までしたこともあるし、忘れ物も本当に大事な時に、大事な絶対忘れちゃいけないものとかを忘れたりもしたんですけど、でも最近はそんなにないですね。もう結構本当に気をつけなきゃと思って最近活動してるので、最近はないんですけど、やっぱ5年間でたくさんありましたね。反省してます。はい、ということで次読んでいきたいと思います。アポロガイスト様、リクエストありがとうございます。2回目のラジオソロ DJ おめでとうございます。今年でアイドル活動5年ですが、活動後これをやっちまったのというエピソードがあれば教えてください。ということで、多分さっきと結構似てるんですけど、本当に遅刻とか忘れ物とかですかね。でも特にそうですね、大きなエピソードはあんまり思いつかないんですけど、そういう細かいところをこれからね、あの5年を迎えてからより一層もっと気をつけていければいいかなと思ってます。次、ゆうじ様、リクエストありがとうございます。りんちゃんこんばんは。ラジオの DJ も2回目だと慣れたものかな。最近ドリップコーヒーにハマってて、次は自分でも豆ひいたり焙煎したり挑戦してみようかなって考えてるんだけど、りんちゃんは今何かハマってるものとかマイブームとかありますか。ということで、はい、そうですね、ラジオ DJ2 回目ですけど、まあ慣れたのかな、先月よりはちょっと慣れたかもしれないですけど、まだまだ緊張してます。ということで、今ハマってるものとかは特になくって、最近先月のラジオでは結構 YouTube にハマってるっていう話をしたと思うんですけど、今月入ってから全然 YouTube を見なくなってしまって、なんだろう、さっきも最初の方話したんですけど、最近は美容のグッズを集めるのにハマってて、それだったりとか、あと最近新しく挑戦してみたいなってことがジムに通うことで、はい、近々ジムに通い始めて、もっとね、夏とかだと肌の面積も広くなるので、自分を引き締めていきたいなという感じですかね。ジムに通ってみたいです。はい、ということで次読んでいきたいと思います。いつでもりんのが好き様、リクエストありがとうございます。りんちゃんこんばんは。2回目のラジオ DJ おめでとう。2回目とはいえまだまだ緊張してると思うので、緊張をよ和らぎたまえという念を送りながらラジオ聞くね、応援してます、ファイト。ということでありがとうございます。こういうすごい励ましのメッセージをいただけると私自身もすごく嬉しいですし、ちょっと肩の荷が降りたような気がします。ありがとうございます。残りのねラジオの時間も頑張りたいと思います。はい、それでは次読んでいきたいと思います。ゆいな様、リクエストありがとうございます。りのちゃんこんばんは。2回目のラジオ楽しみにしてました。りのちゃんはアイドル教室に入って結構長いけど、アイドルやっててよかったなと思う時はどんな時ですか。ということで、そうですね、アイドル教室に入ってよかったなって思うことしかなくって、やっぱりアイドルになるまでは自分に自信が本当になくって、すごい自分を出すのも苦手だったし、何かで自分を表現したいと思って
このアイドル教室に入ったんですけど、やっぱり最初の方は自分が一番年下っていうのもあったし、なかなか自分を出すことにやっぱり抵抗があったりしたりしたんですけど、こうやってアイドル教室に入って選抜に上がらせていただいて、こうやってやっとこの前3年だったんですけど、やっと最近そういう自分を出したりだったりとかに、本当にそういうライブの一つ一つが楽しいって思えたりだとか、あとはファンの皆さんにその好きって言ってもらえたりとか、こうやってたくさん応援してもらえること自体が本当に毎日幸せだなって感じてます。本当に皆さんの応援が私の活動をすごく支えてくれていて、本当にずっとここにいたいなって思うので、これからも頑張るので、たくさん応援していただけたら嬉しいです。それでは次のメッセージ読んでいきたいと思います。誠様、リクエストありがとうございます。藤林乃さん、ラジオは慣れましたか？最近林乃さんを見ると大人になって綺麗になられましたが、何か気をつけていることはありますか？ソロ曲も控えて今後の活動が楽しみです。これからも応援します、ということでありがとうございます。はい、ということでね、あの先月のラジオでお話ししたんですけど、今年1年の目標が私は20歳になるということで、大人になるというのを目標に掲げていて、まずはそうですね、内面もやっぱり気をつけていこうと思って最近は生きてるんですけれども、やっぱり外見から変わろうということで何回も言ってるんですけど、そのスキンケアをすごい変えてたりとか、あとはメイクとかも結構変えたりしたら、みんな気づいてくれてたりしてすごい嬉しいなって思うし、あとは髪型ですね、その髪色も去年は結構その高校卒業したその縛りから解放された反動ですごいめちゃくちゃ派手髪にしたりとかしてたんですけど、ちょっと大人になろうかなということで今は茶髪で落ち着いていたりとかして、この少しの変化でも気づいてくださるのが本当に嬉しいので、今年1年かけてどん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 変われるように頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。2曲目、千年先の約束をおかけしました。ラストも引き続きメッセージを紹介していきます。マダム様、リクエストありがとうございます。こんばんは。1ヶ月ぶりのパーソナリティはまた緊張しながら始まったのでしょうか。早速噛んでないかな。 YouTube の動画でもあったけど、炙りカルビみたいな早口言葉を発してみて、ちゃんと聞いてるから頑張ってね、ありがとうございます、ということで、多分最初の方は緊張してたんですけど、今のこの千年先を流してる時間でだいぶ緊張も和らいできました。ありがとうございます。早口言葉も苦手ですけど、あの炙りカルビは結構言えたと思ってるので、はい、ありがとうございます。それでは次読んでいきたいと思います。太郎様、リクエストありがとうございます。バイト中こっそり聞いてます。引き続き頑張ってね、ということでありがとうございます。ちゃんとバイトを頑張ってください。私もラジオあと少し頑張ります、ということで、次、エリンギ様、リクエストありがとうございます。りんちゃん、改めてソロデビュー権獲得おめでとう。楽しみにしてるし応援してる、ということでありがとうございます。本当にあのソロデビュー権を獲得してから皆さんにこうやって声をかけていただけるのが嬉しいし、すごいどんな曲なのか楽しみにしてるよとか、私もまだまだどんな曲とか全然わからないんですけど、本当に私のソロデビュー曲楽しみにしてくださってると嬉しいです。次、りんのさんのソロデビューが待ち遠しすぎる様、リクエストありがとうございます。りんのさんが先日獲得したソロデビュー権、それがいつの日になるのか楽しみすぎます。リクエスト名とアーティスト名でその曲と藤林乃って送りたいです。自分の頭の中や心の中だけでもちょっとくらいはなんかこんな曲とかイメージありますか、もしくはこんな曲がいいなとかありますか。現段階のことで構わないのであれば教えてください、よろしくお願いします、ということで、そうですね、私のソロデビュー曲が出たらもしかしたらそのリクエストで私のソロデビュー曲を流せるかもしれないってことですね。こんな曲でもどうだろう、結構私は自分の心の中を言葉にするのが苦手で、いつもそれは結構手こずったりしてるんですけど、やっぱりゆっくりと時間をかけて自分の考えてることだったりとか、みんなへの思いを
ちゃんと届けられるような曲にできたらいいのかなと思ってます。でも本当にどの曲か全然わからないのですごく楽しみにしてますし、皆さんにも楽しみにしていただければいいなと思います。次、りんちゃんコール隊隊長様リクエストありがとうございます。フジリノさんが好きです。好き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  ×1121 ぐらい好きですよ、ということでありがとうございます。本当に毎日好きが伝わってきてます。本当にありがとうございます。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。次、シチュリズム様リクエストありがとうございます。フジリノさんこんばんは。さて、いよいよ新年度が近づいていますね。リノさんは新年度に向けて何か買い替えたいものや捨てたいものなどありますか、ということで、そうですね、いよいよ新年度、なんか捨てたいものが本当に最近着なくなった服とかをめちゃくちゃ捨てたくって、もう結構その好みとかが変わりやすくって全然着ない服だったりとか、結構物を貯めちゃうタイプでして、その自分の実家の自分の部屋とかも結構物が溢れかえってるので、それは捨てたいなって思うのと、あと最近私の妹なんですけど、妹がなんか新しいマットレスが欲しいって言ってて、なんかその話を聞いてたら、あ、自分もマットレス欲しいなって思い始めてて、なんかそういうマットレスとか新しいの欲しいなって今は思ってます。次、ゆうじ様リクエストありがとうございます。りんちゃんこんばんは。もう2月も終わるけど、今月はアリスちゃんの生誕あったり、ホリンのナイト初開催したり、新曲とダイヤモンドホールのライブの発表があったり、話題がたくさんだったね。アイドル教室のファンになってから常に先の楽しみな予定があって毎日楽しい。来月もたくさん楽しませてくれるのを期待してます、ということでありがとうございます。そうなんですよ、2月は、はい、アリスさんの生誕祭があったりだとか、初めてホリンのナイトというライブを開催させていただいたりだとか、私自身もすごく MC もやらせていただいたので、すごく今月も充実した2月を送ることができました。ということで、今月発表させていただいたんですけど、まず3月29日にアイドル教室の新曲君と生きていくがメイン公演でお披露目されます。そして、6月25日にはダイヤモンドホールでまたワンマンライブをさせていただくので、ぜひ皆さん、まずは大きい、私たちの来てほしいライブは3月29日の新曲お披露目と6月25日のダイヤモンドホールでのワンマンライブなので、ぜひ皆さんどちらも来てください。それだけでなくて、私たちも来週じゃない毎週境のどこかでライブをしたりしてて、活動拠点である寿司処五一でもたくさんライブをしているので、毎週のように私たちに会いに来てくれたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。次、枝豆ポテト様リクエストありがとうございます。これからもずっとずっと大好きです、ということでありがとうございます。こういうメッセージだけでも本当に一つ一つのメッセージが本当に嬉しいので、わざわざ送ってくださってありがとうございます。ということで、次、パピー様リクエストありがとうございます。りのさんこんにちは。名古屋に住んでいるパピーと言います。フジリンのさん推しです。フジリンのさんラブです。先月に続き今月も DJ とか嬉しすぎます。そして来月3月もりのさんが DJ だと思いますが、 DJ としてなんかやってみたいコーナーとか、こんなお便り読んでみたいなっていうのありますか、あったら教えてください。ではこの後のダンスタイムで会えるのを心から楽しみにしています、ということで、そうですね、来月もそうです DJ をさせていただくんですけど、どうなんだろう、なんか皆さんへの質問とか私に対する質問とかがあったら、そういうのをたくさん答えていきたいなと思ってます。はい、ということで最後にもう一つだけ読ませていただきたいと思います。みんたく様リクエストありがとうございます。今回で2回目のラジオですね。1回目のラジオを聞かせていただきました。いつもはアイドル教室メンバーと拠点の寿司処五一での MC を聞いていますが、ラジオでは一人で MC を行わなければいけなく緊張したと言ってますが、すごく聞きやすく素敵な声でした。来月も楽しみにしています。来月の29日にアイドル教室は新曲がお披露目されると聞きましたが、どんなところに注目するといいかお聞かせください、ということで、はい、来月もラジオ DJ をさせていただくので、すごく楽しみにしてますし、楽しみにしていてくださいという気持ちです。新曲については
ちょっとあんま言えないんですけど、ぜひ皆さんお披露目から楽しみにしていてほしいので、ぜひ皆さん3月29日も来てください。ということで皆さん、たくさん今月も私にたくさんのメッセージをありがとうございました。今日は2回目のラジオ DJ だったんですけど、まあ、先月よりはあんまり緊張してなかったなかなと思うんですけど、やっぱり一人で喋るのはすごく緊張しますし、でも皆さんがたくさんメッセージを送ってくださったので、今月も楽しく DJ をすることができました。ありがとうございます。来月は3月26日にまた DJ をさせていただきますので、ぜひ皆さん来月もアイドル教室レディオを聞いてください。今日はありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちらから。 Twitter や Instagram もやってます。よろしくお願いします。